栃木県の食をキーワードに地域の魅力となるさまざまな資源を結びつけた食の街道。これを県内各地に整備し、それぞれの街道を回廊として結びつけ、見て、食べて、体験して栃木県をぐるりと楽しんでいただくプロジェクトが栃木食の回廊づくり。食の街道シリーズ、今回は餃子の街宇都宮ベジフル街道にスポットを当て、その魅力をご紹介します。餃子の街宇都宮ベジフル街道は、餃子やブランド農産物を食のテーマに、飛山城史跡公園から中心市街地を通り、大谷地区から上河内地区を結んでいます。この地域は豊かな農畜産物と歴史や文化、そしてジャズやカクテルなど多くの魅力があり、一日を通して楽しむことができます。では飛山地区からご紹介していきましょう。国指定史跡飛山城史跡公園は、鎌倉時代に築かれた城で、鬼怒川が削った急な崖の上に作られた天然の要塞です。現在は当時の姿を復元した建物や堀、土塁などを見ることができます。また公園に併設される飛山歴史体験館では、勾玉作りや甲冑体験など親子で楽しむことができます。鬼怒川を渡ると中心市街地に入ります。ここは JR 宇都宮駅ビル内の農産物直売所、駅の市場です。採れたてで新鮮、生産者の顔が見えて安心、そして何より旬で美味しい。宇都宮産の元気な野菜やフルーツは絶品です。また農業を直に体験できる各種イベントも行っています。ぜひ農業と食の楽しさを体験してください。宇都宮といったら餃子。日本一の餃子消費額を誇る宇都宮は、餃子を扱う店舗がおよそ200軒もあります。ここキラッセ本店では、宇都宮餃子会加盟店27店舗の味を日替わりで楽しめます。それぞれ個性的な餃子ですので、食べ比べをしてみてはいかがでしょうか。また JR 宇都宮駅にある餃子の皮をまとったヴィーナス、餃子の像は観光客の人気スポットです。中心市街地を東に走ると大谷石の産地として有名な大谷地区に入ります。高さ27メートルの巨大な平和観音が出迎えてくれます。奇岩や懐石など多く見られ、周りの松と調和し、陸の松島と言われるほど見事な景観を楽しめます。そんな大谷石の魅力を十分に楽しめるのが大谷資料館です。大谷石採掘の歴史を知ることができます。中でも見どころは
広さ2万平方メートル、地下60メートルの巨大地下採掘場跡。広大で神秘的な空間は見るものを圧倒します。この幻想的な地下空間ではコンサートや展示会、ドラマの撮影などにも使われ、注目を集めています。またインテリアとしても和洋問わずマッチする大谷石造りのおしゃれなお土産はいかがでしょうか。国道293号線を北上すると上河内地区になります。ここは木のぬくもりに包まれた空間、蛍の里梵天の湯です。源泉かけ流しの大露天風呂からは雄大な羽黒山の山並みが見えます。また人気の砂風呂は体の芯から温まり、美容や健康に効果があると言われています。頑張っている自分へのご褒美、日頃の疲れを癒してください。また日光街道沿いの篠井地区を中心に9月から11月にかけてリンゴ狩りが楽しめます。他にも梨やいちご、ぶどうなどベジフル街道を味わってください。宇都宮は国内海外のコンクールで優勝したバーテンダーが日本一多いカクテルの街です。栃木産のフルーツを使ったここでしか味わえないオリジナルカクテルもあります。また宇都宮は世界で活躍するサックス奏者渡辺貞夫さんの出身地で、ジャズの演奏を鑑賞できるお店が数多くあります。ジャズの熱い演奏とこだわりのカクテルで宇都宮の夜をおしゃれに楽しんでください。いかがでしたか。餃子の町宇都宮ベジフル街道は日本一の餃子をはじめ、大地からの恵みの果物と農産物、ゆったりくつろげる温泉、夜は大人の雰囲気漂うジャズとカクテル、他にも宇都宮には魅力的な施設や観光スポットなど数多くあり、一日を通してフルに満喫できる街道になっています。ぜひ魅力ある餃子の街宇都宮ベジフル街道を訪れてください。